委員長。吉川はじめ君。委員長。社会民主党の吉川はじめです。本日まず九州の豪雨の関係で少しお話を伺いたいと思います。今回の九州北部の豪雨災害で亡くなられた方のご冥福をお祈りをし、被災された方すべての方々に心よりお見舞いを申し上げます。さて、今回被災地となりました大分県の日田市、私の地元でもありますが、この土曜日に視察を行いました。日田市、5年前にも北部九州豪雨災害で甚大な被害が出た地域であります。今回の豪雨はこの5年前のものをはるかに上回るものだったというようなお話も伺いました。先ほど激甚災害指定の話がありましたが、私からも迅速な対応をぜひお願いをしたいというふうに思います。加えて現地を見た感じですけれども、避難所に避難されている方々の環境が決して良好ではないということです。日田はご存知の通り全国でも最も気温が高くなる地域ですが、避難所の中には空調設備が整っていないというようなところもございます。現在地元の皆さん、例えば日田は温泉がありますが、温泉旅館の皆さんが無料でお風呂を開放するなどいろんな努力されておられますけれども、やはり今からまた暑くなっていくということで熱中症の心配も出てまいります。ぜひ現地の要望をしっかり聞いていただき、避難所の環境の改善ご尽力いただきたいということ、それともう一つ、今回水害私も見てまいりましたけれども、あと数十センチで堤防が切れるとギリギリのところで踏みとどまった、そういう箇所がただございました。現在その不眠不休で、応急の措置、土のう等々を積んでの工事が行われておりますが、資材不足からしばしば工事が停滞をするというお話も伺いました。今後西日本で大雨の恐れが続くというふうに言われておりますので、早急な対応が必要であります。これも現場の声をしっかり踏まえて資材などの供給をお願いしたいと思いますが、官房長官いかがでしょうか。菅官房長官。非常にこの熱中の中で、避難される方の生活が大変であるということも政府と承知しています。で、全避難場所に、空調クーラー等をですね、設置するように、これは指示をいたしております。それと先ほども申し上げましたけれども、やはり温泉で避難生活を行ったというですね、熊本地震の際、それが非常に皆さんから評価が良かったもんですから、今回もそこも含めて、調整に入っております。それとさまざまなその工事の点につきましても、そこは今日も1万2000人の自衛隊、警察、消防、海上保安庁、この体制で、復旧、救命救助、全力取り組んでおりまして、特に流木なんかについても、自衛隊が協力とか、そういうことも要請をしながら今、行っているところです。吉川はじめ君。ぜひ、迅速な対応をお願いしたいと思います。それでは、今回問題になっております、賭け問題について、お話を伺いたいと思います。ちょっと通告と違って、順番変えて質問させていただきます。まず萩生田副長官にお聞きをいたします。副長官、6月16日の参議院の予算委員会で、10月21日萩生田副長官ご発言概要なる文書の存在について、私は、私の方から具体的な調整を行うことはありませんという、そういう答弁をされておられます。で、ところが先ほどその審議を聞いておりますと、10月7日の概要で、整理をする、この整理という言葉が何なのかということはいろいろあるけれどもというふうに答弁をされましたが、農水省、あるいは厚労省は聞いていないということでありましたけれども、そちらには話をつけると、話を持っていくというようなお話をされました。これ、まさに連絡調整をされているのではないんですか。その6月16日予算委員会での答弁と食い違っているというふうに思うんですけれども、この点いかがでしょう。萩生田官房副長官。お答えします。私が対文科省に対してということでお答えしていると思うんですけれども、私の方から指示をしたことはない。そして私が受け身の立場で文科省から相談されていた内容は農林水産省に、
獣医師の過不足についての説明は自分たちができないから、農林省の方でぜひもう少し前に出てもらいたいという相談があって、で私がそれを、整理という言葉を先ほど使いましたけれども、農林省の方にお伝えをしたということでございます。吉川はじめ君。だとすれば、その私の方が具体的な調整を行うことはないということはないわけですね。実際にはまあ文科省から言われたということはあるけれども、萩生田副長官の方から農水省の方に、まあどうなってんだということも含めて、やられたということでよろしいんですね。萩生田官房副長官。16日の答弁と違えているつもりございません。終始ですね、文部科学省から私への、相談事というのはこの一点でございました。でこれは機会を見て農林水産省の方にぜひ文科省の話を聞いてあげてくれということは私の方から申し上げました。吉川はじめ君。それでは次に、文科省にお聞き出します。これも少し出ておりましたけれども、10月21日の発言、ご発言概要ですかね、これまあ、いろんなものが混じり合っているということで、松野文科大臣会見をされておられます。で、この文書、その、10月21日ご発言概要ですけれども、どの部分がその萩生田副長官の発言だというふうに認識をされているんでしょうか。文部科学省時は高等教育局長。お答え申し上げます。この文書につきましては、私が担当者に説明した内容をもとに、担当者の備忘録的なメモとしてまとめれたものであると認識してございます。本来、部外への公表を予定したものではないために、官房副長官もとより私のチェックを受けたものでもございません。文書には、今ご指摘ございましたように、私からの説明内容、官房副長官からの質問や感想、そして面談では言及のなかった周辺情報等が含まれているということでございます。その中で副長官からのご発言ということでございますけれども、先ほどもお答えさせていただきましたけれども、通常例えば医学部を受け入れる自治体では一般的な獣医の要請を望むのではないかなどの感想とか質問という点は副長官からのご発言ではないかというふうに考えてございます。吉川はじめ君。次に官房長官にお聞きいたします。6月24日、これも先ほど少しお話ありましたが、総理が神戸市内で行った講演に関連してです。総理、獣医学部の新設を1校に限定をするという、まあ、中途半端な妥協が疑念を招く一因になったとして、速やかに全国展開、地域に関係なく2校3校でもというような発言をされておられます。で、まあ、ある意味ではこれまでの経過と政府の説明、これ根底からひっくり返るような話でありますし、同時にその学部新設が総理の一存で勝手に決めることができるかのような、まあ、驚愕の発言でもあります。で、本来であれば総理にお聞きしなければいけないところでありますが、今日はいらっしゃいませんので、官房長官にお聞きいたします。官房長官、6月27日の記者会見で総理の発言を肯定し、もともと規制の根拠がないわけですからと述べておられます。何をもって獣医学部の新設に関する規制に根拠がないとしているのか、改めてその理由を尋ねます。山本国務大臣。いやいや、官房長官、官房長官、ちょっと官房長総理がですね、官房長官が言った6月24日に言った発言につきましては、先ほどから何回もご答弁しておりますが、従来から国会で総理が私が答弁しているように、国家戦略特区において、岩盤規制改革を突破するわけでありますけれども、これは1校だけじゃなくて、2校、3校も当然考えられるということを述べたものであります。それから全国展開については、これは特区でいろいろやってみて、それを評価した上で問題がなければ、それを全国展開することも当然あり得るし、特区というのはそういうものであるというように考えているわけであります。それからもういいです、官房長官、獣医学部の新設は獣医師会との根強い抵抗により50年間にあたり維持され続けた規制であります。委員長、先般官房長官記者会見で規制の根拠はないと発言しているところでありますが、ちょっとこれは平成15年に告示に位置づけるまでには、
高等教育計画において拡充予定しないと整理したことを根拠にするなど、大学上の根拠は不明瞭なまま、学校の設置権限の運用によって新設が認められてこなかったこと、平成19年以降、今治市 FM 局が類似の緩和提案がある中で、規制官庁側から緩和提案の実現が困難であるという受給上の根拠が明らかにされてこなかったことを踏まえたご指摘と理解しております。簡潔に答弁をお願いいたします。それでは菅官房長官。私が申し上げたのは、大学設置のこの認可制度については原則として大学側の創意工夫によって学部の新増設の申請を行うというのは可能になっています。その例外として、医師歯科医師会と同じように中心があるわけであります。そしてこの獣医学部の設置抑制については法律上の規定があるわけではなくて、学校の設置権限の運用上52年間新設が認められてこなかったと、そこで私は規制の根拠はないと実は申し上げました。それと同時に総理の発言について全く問題がないと申し上げましたのは、総理は国会の中でですね、例えば3月13日参議院予算委員会で国家戦略特区は岩盤規制改革の突破口である、今後特段の問題が生じなければさらなる規制改革として2項3項これは検討する、これは参議院の予算委員会で総理は答弁します。さらに6月5日衆議院の経産委員会においてはですね、全国展開を行いたい、こういう答弁もいたしておりますから、私は全く問題はないとこういうふうに申し上げました。吉川はじめ君。規制に根拠がないという今官房長官お話ありましたが、文科大臣同じ認識ですか。簡潔にお願いします。松野文部科学大臣。獣医学部の新設につきましては獣医師の受給の観点から昭和59年度以降抑制をしてきたところであります。吉川はじめ君。ちょっとあまりもう時間がないので、飛ばしてですね、少し、地方創生基本方針2017との関係でお聞きいたします。6月9日の基本方針2017において東京一極集中を是正するためということで東京23区の大学は定員増を認めないことを原則としております。で一方で総理は意欲あるところにはどんどん獣医学部の進出を認めていくと述べ、官房長官今答弁ありましたが規制に根拠がないと。で、他のところのお話も伺うと、オーバー率高ければ学部の新設、新増設は問題がないとおっしゃっている。ところが一方で、東京はダメだと、これ全然矛盾しているというふうに思うんですが、この点いかがですか。いや、官房長官に聞いてます。官房長官に聞いてます。菅官房長官。先月閣議決定した町人仕事創生基本方針2017では今後18歳人口が大幅に減少する中、学生の過度の東京の集中によって地方大学の経営悪化や東京圏周辺では大学が停滞した地域の衰退、こういうものが懸念される。そういう中で東京23区の大学の学部学科の新増設については抑制することとして東京23区の大学の定員増を原則認めない、このようにしました。ただこの場合においても総定員の範囲内で対応するのであれば既存の学部等の開廃等によって社会のニーズに応じた新たな学部学科を新設することはこれは認めることにしています。仮に23区において獣医学部を含め新たな学部学科を新設する場合は各大学において社会のニーズや学生の応募状況等を踏まえてスクラップ&ビルドの中で対応できるところであって総理や私の発言と矛盾することではありません。以上。吉川はじめ君。いやいや、一方で東京ではね、ダメだよって定員を増やすのはダメだよと言いながら片一方で全国でどこでも獣医師作ってやりたいところがあれば作っていいですよと、これは全然違うじゃないですか言ってることが。この2つの間が完全に矛盾してますよ。でも時間がないので最後に、前川参考人にお聞きいたします。今日、私以外の各委員の質問も聞いておられたと思います。で参考人行政が歪められたというようなことを再三にわたって述べられてまいりました。で、それが本当に歪められたのかどうかを正すのがこの当委員会今日の役目でありますけれども、今日の、政府の答弁、聞いて、そのこの行政が歪められたという懸念、払拭されたとお考えなのか最後にお聞きしたいと思います。前川参考人。
先ほど来申し上げておりますように、歪められたと私が感じておりますのは、その規制緩和の是非ということよりもですね、その結果として、特定事業者がどう決まったかというところでございます。でその決定につきましてはですね、この加計学園の獣医学部が本当に、特区制度の目的にかなうものなのか、あるいは4条件を満たしているのか、またどういう経緯で広域的に存在しない地域に限りという条件、あるいは30年4月開設という条件が付されていったのか、また京都府京都産業大学との比較は十分真剣に行われたのか、こういった点は分からないままになっているというふうに私は思っております。この点につきましては私が知る限りの情報からは分からない部分がたくさんございますし、私が知る限りのことを申し上げたとしてもお分かりにならないだろうと思います。でこの点につきましては内閣官房や 内閣府、さらには加計学園や今治市の関係者からですね、お話を聞いていただかないと分からない部分が多いと思います。そういう意味では泉総理補佐官、あるいは加計幸太郎理事長、あるいは今治市の菅市長、そういった方々からお話を聞いていただく必要があるのではないか、そんなふうに思っております。以上、吉川はじめ君。時間来てきましたので終わりますけれども、やはり今日のこの党員会だけでは全く疑惑が払拭できないと、関係者を招致しての集中審議、総理も含めて、求めて、私の質問を終わります。よろしくご配慮お願いします。次に